はい。どうもです。レトロゲーム大好き。そして、バックアド大好き。親父でございます。今回はね、2022年に購入したいくつもののゲームの中からね、お買い得に買えた商品をね、えー、紹介したいなと。金額順ではなくて満足度順ね。うん。あ、もちろん金額もあるんですけど、安いものは入れてないんですけど、満足度高くてもね。金額もそれなりにお買い得に買えた上で、 自分が満足いく商品をね、揃えましたので、それをね、ちょっと紹介していこうと思います。えー、鶴岡さんのね、参考価格とともにちょっとお話ししていきますけども、もちろん状態なんであったりとかね、うん、帯がないとか、若干傷が悪いとか、箱が,箱が潰れてるとかっていうのもあるんで、まあ、あくまで参考価格として聞いていただければなと、そういうふうに思っております。去年はね、 うん、ちょっと前半なんかはねハードフの青箱でバックアードを探すなんていう企画をよくやってまして、えー、普段見ないような110円のものを買ってねそれがバックアードかどうかなんてやる企画をやってましたけど、まあ、それなりにねいいもの高いものは買えましたけどもね、まあ、バックアードが出るってこともなく今年もねそれは続けていこうと思ってます あとはね、割かしハードをね、まあ、たまたま出会いもあるんですけども、Nintendo DS Lite が特に多かったかな。うん。ハード関係をね、多く買ったような、うん。そういった思い出があります。というわけでね、早速ちょっとやっていこうと思います。まずね、一本目はね、こちらでございます。はい。えー、ファミリーコンピュータ専用のね、スーパーコントローラー2ってことで、こちら。えー、これはね、そこまでお買い得ではない。実は。990円ぐらいで購入したものが、 えー、倍ほどですね、2000円ぐらいしか値段がついてないので、えー、バックアウトっていうことではないんですけど、この商品をね、見たことがなくて、今現在もね、その後もね、見ることがなかった。一回どこかで見たかな。うんで。それが箱付き、説明書付きで、状態もね、まあ、まずまずで、もちろん動作もしてたんで、これはちょっとね、いいものが買えたっていうことで、まずね、紹介をさせていただきました。次がこちらです。 はい。えー、ニンテ DS のね、えー、俺がお前を守る、メトロバニアっていうのかな。うん、アクション系のゲームなんですけども、当時ね、DS バブロの時には2、3万円、2万円ぐらいかな、ついた商品なんですけど、今現在で、完品で1万円ぐらいですね。裸に関してはね、ちょっと今値段が出てないので、どこまでの金額なのかはわからないんですけども、そもそもね、昔レアだった商品が裸で購入できたってことにね、 えー、嬉しさを感じて受賞とさせていただきました。お値段も110円だったんでね。うん、満足に購入できた一品です。続きましてがこちらでございます。はい。えー、ゲームボーイのね、メトロイド2の攻略本になります。お値段385円ということで。うん。えー、駿河屋さん参考価格ね、販売価格で3000円ついております。 はいまあ、この手の古い攻略本なんかはね、まあ、この値段であればもうね、他のゲームに関してもね、買いではないかなっていうような、特に最近はね、メト,メトロイドも上がっておりますのでね、お買い得に買えた、そういった理由でございます。続きましてがこちらです。はいえー、ゲームボーイカラー共通のね、えー、ラストバイブル2ですね。こちら、販売価格297円。 あーえっと、ブックオフさんでね、駿河屋さん参考価格で、3200、えー、300円ぐらいだったかな、うんえー。ブックオフクーポンで、ね、100円引きで購入しているので、より安く買えた一品だと思いますで。ちょっとこれ関連で見ていただきたいのがこちらでございます。はい、えー、こちらもねラストバイブル2なんですけども、こちらはねゲームボーイ専用のソフトですね。 お値段完品であ、ごめんなさい、528円での購入ですね。こちら当時はね、えー、販売価格が2500円ぐらいだったんだけど、今ね、まあ、こちらの商品を調べた時にね、ちょっと調べる機会があって。 うん。そしたら、これ今はお値段が4950円まで上がってたのでね、ちょっと一緒に紹介させていただきました。いただきましたひょっとしたらね、うん、今回紹介しなかった中にもお値段上がってるものなんかあると思うんですけどもね、まあ、今回こういったわかる機会もあったんでね、うん、こちらの商品ちょっとお高くなってますよっていうところで受賞とさせていただきました。続きましてはね、こちらでございます。はい。えー、ゲンボーイアドバンスですね、フロッカー。 古代文明の鍵かな。うん。えー、ブックオフで297円。クーポン使ったと思うんですけど、購入ですね。うん。販売価格で3000円ぐらいになっておりました。はい。フロ,ガフロッカーはね、もう一作なんか出てたかな、ゲームね。続きましてがこちらです。はい。えー、こちらもね、えー、ゲームボーイアドバンス。コナミから出てます。モンスターゲートですね。こちらももう一作ぐらい同じ名前のタイトルがあるかな。 このゲームはね、えっ、ー、と、まあ、ローグライク系なんですけど、ちょっとね、触りをプレイしたんですけど、まあ、私ね、風雷の試練とか大好きなんでね、うん、面白く遊べました。まあ、ゲームキューブなんかでもね、えー、遊べるのでね、また今後遊んでいきたい一本にはなっております。こちらはね、お値段取れちゃったかな。え百、ー、528円でしたね。うん。 で、販売価格こそ今ね、今というかもうずっと品切れなんですけど、買い取り価格で、えー、2200円ぐらいだったんで、まあ4000円ぐらいのね、商品だと思うので、かなりお買い得に買えたかなというふうに思っております。うん、続きましてがね、こちらでございます。はい、えー、メガドライブソフトのね、ウィップラッシュですね。シューティングゲームになっております。若干ね、色褪せてるのかなという印象あります。 というのも、開けてみると説明書とついておるんですけども色がもう全然濃いんでね、焼けてるのかなということですこれは当時ね、やっぱり990円、まあ、1000円近くで購入してるんですけども、えー、販売価格で4000円ぐらいはついてたのでね、そういった意味でお買い得に買えた商品かなということで今回受賞とさせていただきました 続きましてがね、こちらでございます。はい、えー、メガドライブですね。ここにはね、用意されてはいないんですけど、ケーブルとアダプター、そしてコントローラーが1個ついた金額、ジャンクコーナーに置いてあって1650円だったんでね、ちょっとネタっていうところも含めて購入しました。えー、しっかりプレイはね、しまして。 コントローラーもね、ちょっと清掃はしたんだけど、若干十字キーが弱いかなっていう部分はあるんですけど、まあ、動作、起動品だったのでね、えー、今回はちょっと上げてみましたけども、えー、1650円、税込みで1650円で購入しまして、鶴、え、会、ー、さん参考価格7400円だったんでね、 まあ、動作品として考えればお安く買えたんじゃないかなというところで、今回のね、えー、受賞を決めさせていただきました。続きましてがこちらでございます。はい、プレイステーション1ですね。ロールプレイングゲームになります。パチパチサーガ。お値段110円で購入してきました。はい。こちらね、まあ、見ない。 初めて見た商品だったんですね、これね。で、お値段も100円だったってことでもう何も考えずに購入したんですけども、これ買ってみて値段調べてみると、鶴瓶さん販売価格3000円超えてましたね。最近の値段ちょっと見てないんで分かんないんですけども、うん、100円が3000ならね、これなんかもバックアドって言ってもいいかなというふうには思っております。はい。続きましてがこちらでございます。はい、こちらね。 えー、プレスワンからね、バルディッシュ、クロムフォードの住人たち。こちらもね、同じお店でね、110円。まあ見たことなかったね購入してきました。これはね、えー、ローグライク系のやつなんですね。少しプレイしたんですけども、うん、イマジーニアさんから出,出てますね。それなりには遊べそうなんですけどもね、うん。こちらもね、後に遊んでいければいいなと思っております。 100円で購入して、販売価格4500円ぐらいついてたかな。うん、かなりお買い得に買えた商品だったと。そういうふうにね、私は思っております。続きましてがね、こちらでございます。はいえー、ゲームボーイアドバンスですね、はい。ブックオフさんで購入です。箱説明書はね、ついてるながら痛みあり、まあ、電池はなかったですね。起動確認は墨でして、このような状態になっております。 えー、2970円から10%引きってことでね、購入してきました。えー、まあ、こちらね、あの、販売価格でも1万2 3000円ぐらいついたかな、当時でね。うん、かなりお買い得に買えたかなと。まあ、箱なんかの状態はね、決して備品ではないので、もう並品以下、B 級の商品ではあるんですけども、まあ、こういったね、それなりに説明書等をしっかりついてるものがね、えー、こうやってで手元にあるってことはね、 ま、個人的にも嬉しかったんで、お値段もそうですけど、満足度も高くての受賞にさせていただきました。はい。ってことでね、次が最後でございます。最後はね、こちらです。はい。えー、ドリームキャストのね、ロード奏縮機でございます。うん。これはなんだろうな、ハクスラ系になるのかな。まあ、ダンジョン探索していくアクションゲームではあるんですけど、もうとにかくロード奏縮機は好きでね。 名作と名高いこのゲームなんで、以前から探しておりました。球数もそんなになくてね、見かけることもなかったんですけども、なのでね、この値段、2530円は正直私の購入履歴を見ていただけている方ならわかると思うんですけど、ほぼほぼこの値段出すことないんですけどもね、これはもうね、 購入しましまたちょっとね、やっぱ震えたね、うん、金額の高さもそうだけど、物も見なかったからね、これはもうその時に買わないと絶対売り切れるんじゃないかなというところでね、もうすぐ購入してきました。中の状態も良くてね、帯もしっかりついてたんで大満足でございます。当時でもね、えー、駿河屋さん参考価格7000円ついてて、今も8000円オーバーになってるのかな。うんもっとと高いとこ とところだと1万円超えてたりもするんで今後も上がっていくんではないかなというタイトルでございます。まあ、特に、ね、大好きな、ね、労働総選機なんでね、うん去年1うん。今まででもかなり上位に、ね、食い込めるようなそんな購入品だったと自分の中でもね大大大満足でございます。ということでね、ね以上でございました。うん、ひょっとしたらね先ほども言ったんですけど、去年購入した中でね、 お値段上がってるものもあるかもしれないんですけども、今回はね、当時動画で説明した金額、プラス私が満足したものっていうところでね、えー、こういった紹介を、受賞式をね、させていただきました。ご視聴の方ありがとうございました。今年もね、2023年、まあいろいろ考えてね、購入していこうと思いますので、まあ今年はちょっとスイッチをね、スイッチラディと購入したんで、そういったところのゲームなんかも買ってくるとは思うんですけどもね、えー、楽しみにしていただければ思います。 楽しみにしてい,ていただければと思いますのでよろしくお願いします。それではまた。コンティニュー